こみそは。リブラジェードケンでございます。はい、この画角ね、新シリーズでございます。今回はこちらんず。ずっとおっちゃんドラム叩けるのになるのかな。はい。はいね。何の音なんでしょうかね。すいませんね。ということで新シリーズスタートしていきたいと思います。はい、まあとりあえず私、年齢的にはもう約半世紀ね、このように生を受けてから約半世紀経とうとしておりますが、そんな私、まあいわゆる中年男性が、ドラムを叩けるようになるのかいというのを、やっていきたいね。まあいわゆる一つのドキュメンタリー動画になります。うん、なんでまあなんでね、ドキュメンタリーなんでそんなに面白いことは起きないですが、まあちょっと継続して、うん、やっていきたいなと思います。で、まあ、なんでやろうかと思った、まあ今回ね初回ですから、まあ第1日目、うん、第1回目、まあ要はスタジオの何て言うんだろう、練習をまあこう垂れ流していきたいなと思いますので、まあちょっと1回目か2回に1日目っていう、まあその辺の何て言うんだろう、あれは後で考えます。Oh my God。まあ、とにかく今回初めてですよ、ね、初めてやりますので、で、まあ、ちょっと説明しましょうね、うん、私自体なんでこんなことしようかと思ったかっていうと、まあ単純な思いつき、ね、まあそう言っちまったら身も蓋もねえでさね、うん、なんですが、まああれですよ、まあ、思いつきもあるんですけども、まあ、私、このチャンネルをねご覧の皆さんはご存知かと思いますが、ケツが痛いな、うんね、リフラジェイド、ね、リフラジェイドというバンドに所属しておりまして、まあ、そこでボーカルをね担当しているわけでございますよ、うん、担当してるんですが、ね、あとグワってことはないかめちゃくちゃ考えて喋れよってね、うん、まあ行き当たりばったり、うん、ボーカルやってるんです。でボーカルを担当、そして曲も、まあ、詞とかね曲とか、アレンジまで、私の方で、基本的にやるんです、はい。でまあ、バンドでねアレンジを最終的には固めていくんですが、まあ、シット曲を作った時にメンバーに渡す時に、まあ、一応アレンジをね、まあ、ほぼ完成形で私渡すんですよ、ドラムも入って、まあ、いろいろ入った状態で、まあ、お渡しして、まあ、その方がねイメージが、曲のイメージが伝わりやすいかなと思って全部作ってしまうんですが、まあ、そういうのもあって、まあ、そういうことにもねドラムがもし叩けるようになれば、さらにねこう幅がね広がっていくんじゃないかという、まあ、真面目な話をさせていただきますとですよ、うんまあ、そういうの役が立つ、役が立って役に立つんじゃないかと、うん、思いまして、始めようと思いました、はい。で、あともう一つね、始めようと思った内容っていうのが、いつもねチャンネルコンパクトを持ってスタジオに出かけようとかね、ちょい足し遊びとか、まあ、いろいろやってるじゃないですか。その時にデモでね、さっき言ったリフグラジェイドの、曲をセルフカバーと題して、デモ演奏、ね、デモ演奏してると思うんですけども、まあ、そのデモ演奏、まあ、オケをね流して、ギターを弾きながら歌うっていう、まあ、見たことない人は一応説明しておきますけども、それをやるんですが、そのオケもね、ベースは私が弾いておりますが、ドラムは私じゃないね。あとドラムだけ叩ければそのセルフカバーも本当の意味でのセルフカバーになるんでないのというのもあって、ちょっと始めてみようかなと、ね、正直申し上げますと、まあ、できるようになる気はしてません最初から何言うのよってね、諦めちゃいけない、人間諦めちゃいけないよ、うん、頑張っていきましょう、うん、で一応なんだろう、何を説明しようってことかな、私の基本スペックでいいのかな先にね、うん、私が、どういう状況なのか、ね、単純にもうどういう状況なのかっていうのを説明しておきます。どっからスタートなのかっていうのを、ね、知っておいた方が見てる方も楽しいと思いますので。本当かまあいいか、ね、私の初期スペック、ね、私の今現在のスペックはここに座ること自体初めてです完全な初めて。この椅子に座ったことはね多分ないと思うんだよな。まあ遊びでね、遊びっていうかふざけてここに座ったりしたことはあるかもしれないけど、ここに座って何かをしたっていうことはないです、うん、なので、まあそれが一点で、ただですね、完全な初心者かと言われればまたそれは話がね、どこを初心者とするのか人によってちょっと違うかもしれませんが、完全な初心者かって言われると、まあ、初心者は初心者なんですが、初めてなんですが、
まあ、一応30年以上バンド活動というのをやってきて、スタジオ練習だとか、まあ、ライブだとか、基本的には目の前でドラムを見ているわけ、ドラマーがやってるのをね。でプラスさっき、まあ、冒頭にも説明した通り曲を作る、アレンジする、その上でドラムが何をしてるかっていうのは知っておかないといけない、うん、という意味ではドラムが何をやってるかっていうことは分かっております。だから変な話、アレンジするときに、この3つがいっぺんになってるとかそういう無茶はしないです。まあそういう人も2本持ってパンとやる人もいるけど、たまにねこうやって 3本でやる人もいますが、まあ、そういうのを曲芸的なのはまあ置いといて、まあ、基本的に手が2本足が2本だということは、認識してどういうことができるかということはある程度ですよ、完璧にではないかもしれませんがある程度認識した状態であるという、まあ、初期スペックでございます。はい、分かっていただけました？私の説明おっちゃんの説明分かった？ということでこのおっちゃんけんちゃんがですね、ドラムを叩けるようになるまでのヒストリードキュメンタリー、やっていこう、ということでね、今回本当に初めてなので、これ何？これ何？これ知らないあ、いいか、ね、初めてなので、まあ、要はバチじゃない、スティック、ね、ドラムスティックも持っていませんでした。なので、島村楽器さんね行って、この間、先週の日曜日かな、行った際に買ってきました。で買ってくるのはいいんだけど、買ってきた間、まあ、一応パールのね、クラシックシリーズっていうかな、もうね、こうね見てわかるね、老眼でさもうね、みんなもなるのよ老眼でちょっと字が見えないんだけど、まあ要はね行って初めてこのドラムのバチを、スティックをね、バチでいいか、バチを買いに行った時にすごい種類があったことにまずびっくりしたんです、ね、こんなに種類あんのと。でまああらかたね、その要は、まあ、この木材だとかほら材質、まあ、いろいろあるんだろうなと、まあ、要はプラスチックみたいなのもあるのかな、わかんないですけど、まあカーボンとかあるのかね、まあ木材のこう違いとかっていうのは、まあ、ギターもそうですから、まあ、ギターだベースだってそうですので、まあなんかそういうのあるだろうなと思ったけど、やっぱ形とかもね、なんかここのテーパーっていうの、この細くなり始めるこの距離とか、この先っちょのチップ、このチップの形とか、ティアドロップだとか、ピックカってね、四角だとか、なんか、なんとかかんとかっていろいろあって、まあ、正直何選んでいいか分かんないで、何を選んでいいか分かんないんだけど、島村楽器さんね、あのご丁寧にちゃんと、あの初心者のためのね、なんか紙をそこに置いといてくれて、大きく分けて木材の種類は3種類ですよとかね、初心者に、まあ、ヒッコリがいいよとか、まあ、あとタイプがなんか 5A だとか 5B だとか、7A だとかね、まあそのまあ、鉛筆みたいな、ことがあるよと、あでそれで、まあ、ポップスには 5A がいいよみたいな、ね、ロックには 5B がいいよみたいな、 7A はジャズにいいよみたいな、まあなんかねそんなのが書いてあったと思う、で、まあ、読んだんですけども、まあ、よくわからないので、まあ、初めてだしどれが自分に合ってるかも全くわからないので、でもやりたい音楽の方向性はね、決まってるじゃないですか、なので、まあ 5B がいいのかなと思って探したけどね、この買ったやつもね 5B って書いてなかったんだよね。これなんか 110ABC とかだね、メイドインジャパン、ね、メイドイン、まあいいか、そうこういうことなので、わかんないかな、もういいやと思って、見た目黒くてこれかっこよかったんでこれにしましたこれにしました。で黒とあとにね、ちょっと変わったのはピンクがあったんですよ、なんかサーモンピンクみたいなやつでもね、なんか長さを比べたらこれよりねちょっと長かったんですよ、これぐらい1センチ1、2センチぐらい長かったので、長いとさすがに初めてだからこういうところになんかこう引っかかりそうじゃない、こうやってシーお前がやったんだってね、こう当たったりしたら嫌だから、まあ、とりあえずスタンダードな長さだったんですよ、これなんか基本的な長さっぽかったんで、まあ、とりあえず黒でかっこいいしこれにしようかなということでこれにしました。パールのねクラシックシリーズオークちょっと重いっていう、あとねちょっと太いって、太かったちょっと、まあ、太い方が折れなくていいかなと思って、変に力むじゃない最初って、やっぱギターの時とかもそうだったけど、やっぱ変に、まあボーカルもそうですけどね、最初って絶対力むんで、道具にね、負荷がかかる可能性がある、まあボーカルはあんま関係ないけど道具にね負荷がかかるなって私の中で思ってるので、とりあえずそうしました。このあ、まあいいか。
ね、で一応そんな感じで、一応いろいろ揃えましたので、うん、やっていきたい。でこれからね分かっていくと思いますので、少しずつね、分かっていければと思います。では見てる人ももしかしたらね、同じように中年男性、まあ青年男性でもいいですわ、まあ、これからねドラム男性だけじゃなくていいよね、女性もいいよ、もちろん、うん、女性大歓迎、うん、男女ね、男女、うん、この男女の皆さん、もしこれから始めるよって方がいたら一緒に、上手くなっていければいいね、まあ、それいいよねということで、目標は設定しましょう。目標について、どこまでやるのか、うん、目標は、最初にも、まあ、説明した通り、セルフカバーの、私たちでね、私の所属しているバンドのリューラジェイドのセルフカバーをする上で、いつもデモでやってる一番最初の曲、フレンドシップという曲になるんですけども、その曲を叩けるようになる、それをね、目指してやっていきたい。多分うちの楽曲の中でセルフカバー今できるものが、セルフカバーね、リューラジェイドの曲自体はいっぱいあるんですけども、私がセルフカバーできるやつっていうのが今8曲あるんですよ。でその8曲の中で考えると、まあ一番多分簡単なんじゃないかなと思って、これにしようと思って昨日考えたんですが、さっきふと気づいたんです。あの曲最後、そういえばうちのドラムツーバスでどこどこしてんだよねだ、それはちょっとできないかもしれないからまあその辺はね、おいおい、うん、後々考えていければと思います。どうでもいいけど、ここすっごい反響するね、もう全部反響する、しー、ね、お前が叩いたね、このくだりいいか、まあ、とにかくやりましょう、うん、で今この世の中、昔と違いますから、ね、まあ、昔話好きだよね、おじちゃんだから、うん、おっちゃんの時代と違って今ね、ネット上に山ほど教則本が捨てられてる状態、捨てられてない、うん、教則本が転がってる状態ですから、ただでね、本当に親切にみんな教えてくれてる、うん、そういうのを、かじりながら毎回ねやっていけたらなと思います。で今回本当初めてじゃない、で最初の人がやるべきことみたいのを見ると、まあ、基本的によくわからないし、家でやれるようなこと、家ではまだやってません、まあ要は、まあ、そうパッと見たら買ってこないからね、ゴムのね、ゴム板の、そういうのを、まあ、やるのはいいよみたいなの言うんだけど、このドラムセットでできること、まず、最初に8ビートがねやっぱできるようにならないと、私の目標がフレンドシップという曲ね、これが8ビートですから、まずは8ビートできないんだよって意味ないわけよ、うん、なんでまあその辺をねやっていきたいと思います。説明はここまで、ここからはカットしていくよ、うん、はい、ということでねやっていきましょう。で、なんかね、とにかくね持ち方すら分かんないからね、うん、ギュッと握るなよっていう話だったけど、ギュッと握るなよっていうのと、あとなんかね大きく分けてね、なんか2種類ぐらいあったんですよね、あの私が見た中ではね。なんか人差し指を支点に後の指を添える人と、あと中指を支点にして人差し指と他の指をこう添えるやり方、こういうのかな、こういうやり方が、大きく分けて2パターンなんか言われてる人がいたので、まあ私にはどっちが合うのか分かんないですね、まあ、やりながらねやっていきたいというのと、あと8ビットの基本として1個ずつやった方がいいよって言ってたんですよ。まずこれを8回叩いていく練習をしていく、それにキックを入れていく、そして、スネアを入れていくみたいな、ね、ことを、もうちょっと前の方がいいのかな、そう座る位置も分かんないし、このセッティングも分かんないからね、スタジオ入ったっきりだからこれ、これどこで叩くの、こうどこで叩くの、ここそのことぐらいね予習してきなさいよって今お叱りの声がね私の耳に聞こえてきてます。はい大変失礼いたしました、それはちょっと見てねえなこうこれでいいの、これでいいのかな、ここでいいの、おまあいいか、高すぎるのか、だからこれが確かね、うちのドラマーの話ですよ、まあ、人によって設定が違うんだけど、このこれのね
なんかくっついてたんだよな、ここに。これでいいのかな、このままでいいのかな。なんかこうやってやってね、測ってた。うん。いや、こんなにいらないな。このぐらいでいいかな。手が口に入った。これやっていこう。遠い気がする。ちゃんと踏めない。ちょっと遠い気がしました。すぐ半開きになっちゃうね。ちょっと遠い気がしましたので、ちょっと近づけてみました。あとこれもなんか高さどうなんだろう。なんか高い気がする。こんなもんなの？これもこんな遠いんか、この辺でいいんか、この辺ですか、この辺かな。せめてこうだよね。やっぱこれはちょっと肩開いちゃうもんね。これさむずいね。ちょっと僕とにかく反復だからね、こういうのはね。全部そうだもんね、何でもそう。反復だもん、反復だもん、頑張るもん。曲の始まりみたいな。頑張るもん。できるようになるかな。バウンドさせろって言ってたからさ、足に当たんだけど。
や、わかんない。手と足がさ、みんなよくバラバラに動かすね。動かすね。まあいや、とにかくね、やっていこう、うん。これさ、すぐ半開きみたいな音になっちゃうな。左足ってギュッてしないといけないかな。乗っけとくだけでは無理。めちゃだなと思ってるよ。いや、もう遊んでる場合じゃない。ちょっとちゃんとやろう。うん、ね。とにかくこれができないとだからな。はい、ということでいかがだったでしょうかね。いかがだったもクソもないかね。お前がどうだったんだってことですね。はい。ということで、おっちゃんね、ドラムを叩けるようになるのかいね、第1回、ね、第1日目わかんないけど、うん、とにかく初日ね、初めてのドラム体験でございましたが、まあ、正直難しい。そして改めてうちのドラムうめえなって思いました。のね、足を離さないね。うちのドラムうめえなと思いました。うちのみちおさんね、リフレジェードのみちおさんうめえんだなっていうことに、今まで以上に、まあ、今までもねうまいと思ってたけど、今まで以上にね尊敬してやまない。すげえことやってたんだなとい うことですね。まあ、それはねギターもベースもそうですけども。ね、メンバーでやってる方々には本当に頭が下がります。すげえことやってんだなみんなっていうね、うん、思いました。まあ、とにかくでも続けていけばいつか必ず自由に叩けるようになる日が来るんじゃないかと信じて、ね、もしかしたら途中で私には向いてないと言って、やめてしまうか。どうなるか、こうご期待ね。
もし一緒にやってるよっていう方がいたら、一緒に今回俺も始めるぜ、私も始めるぜね、いう方がおられましたらコメント欄に書き込んでいただければ非常に私の勇気希望になります、はい、そして、ドラマ、経験者の皆さんね、経験者の皆さんは、そうね、こうした方がいいよとかああした方がいいよとかね、もしあればコメントに書き込んでいただければ私もその通り、順番にねその練習をやっていきたいと思いますので、こうすると良くなるよとかね、言っていただければ助かりますのでね、無料で何言ってんだってね、ただで教えてやらねえよっていう方はまあ書き込まなくていいですけど、まあしょうがねえな、おっちゃん叩けるようになるといいねって言ってね、書いていただける方がおられましたらよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も長時間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた叩きましょう何なんだっていうね、終わりましょう。すごい響くのよ、うん、ありがとう、おしまい、バイバイ。やろう、けついて。